こんばんは。はい、じゃあ阿部さん今日どうでした、はい、練習試合して、練習試合、はい、足の長い小野さんにちょっと短い足で一生懸命頑張ったんですけど、ま、じゃあもう次回は絶対倒しましょう、はい、絶対倒せる。だ今日いい技かけてたじゃないですか。はい、ちょっと、ね、もうちょっと、もうちょっとですね。はい、ありがとうございます。そしてまずはジョーさん、こっち行きます。はい、はい、あ、今日はあの長男次男が来てますけど、はい、びっくりしました。でかくなってましたね。あ、そうですね、うん、上にめちゃくちゃ伸びてましたね。はい、お父さんどうですか、見上げる感じで。そうですね、 だ、はい、だんだんたくましくなってます。たくましくなってますか。はい、はいはい、じゃあちょっとお父さんも来年試合目指して頑張ってください。頑張ります。はい、よろしく。そしてあの、こんにちは。こんにちは。ジョー、どうですか、ジョーさん。はい、この、ジョーさんエントリーしてましたね。はい、してました、今年はね。はい、はい、もうマスター3で。マスター3で。うん、前回やられたんで、うん、もうちょっとこれで年を越せないと。越せないと。はい、出ることにしましたので。もし、じゃあ負けたらどっかの大会にまた出に行くということですね。いや、勝っても負けても出ますけど。負けたらとやめてください、ね。勝ってて、勝って出るんです。あ、勝って出るんですね。負けたらじゃ出ないです。はい。あの、また東京に向かうと思います、ジョーさんは、はい。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、また次、はい、どあ、まあ、フラで振ればいいんだ。はい、じゃあ次回は。おい、次回は12月19日が、年内最後の支流プラス。そしてその前に15日になんと、金曜日にうちの兄が帰省するということで、はい、トモロクラスもあります。あります。はい、ということで、はい、皆さんぜひご参加ください。お待ちしております。はい、それではじゃあジョーさんよろしくお願いします。はい、ご賞味ください。1、2、3バイガだー。おー、ありがとうございます。さようなら。